はい、おはようございます。よりよりです。いつもご視聴ありがとうございます。歌詞もね、無事に退院できましたということで、皆様からですね、ご提供していただいたものね、ご紹介したいなと思いますけれど、その前にですね、いつもですねご視聴していただきまして誠にありがとうございます。そしてですね、ご支援いただいた方本当にありがとうございます。あとスーパーチャット、スーパーサンクスの方でですね、ご支援いただいた方本当にありがとうございます。大変ありがたいです。で、これからですね、ご支援いただいたものご紹介するんですけれど、その前にですね、ちょっと多分ね、歌詞にね近いと思うよ近いと思うよね。すいません、皆さん映ってないかもしれませんけれど、あちらのね、前アスカがいたね、犬小屋なんですけどね、映ってなかったらすいません。下にですね、以前、ご提供いただきました人工芝、敷いておりますね。まさかこういった形でですね、活用できるとは思っていませんでした。で、今ね、あちらの人工芝でですね、家臣はもういいって、力はもうさっきから誘わんでいいって、過ごしておりますと。で、寒いだろうということで、見えてるかな、画角映ってなかったらすいません。毛布ね、入れてるんですけど、必ず出しますですので、まあね、この中でね、一応快適に過ごしてる感じです。っていうのが、いつものね、お家だと間口が狭いので、このねカラーがガチ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 ね当たってしまうので、このねカラーが取れるまで一時はですね、こちらで家臣はですね、寝泊まりをするというような感じです。はい、ということで、まずですね、こちらね、もう腹ペコですからね、さつまいもね、スティック丸ごとささみハードジャーキーね、あとね、セミハードね、映ってるかな、こちら3点いただいておりますね。で、あとですね、こちらのね、ギフト券も、5枚ですねいただいております。本当にありがとうございますね。で、ちょっと分かりました。先にじゃあ開けましょうね、このセミハードでね。あんまりね、あげちゃうとね、またね、お叱りのね、コメント来るんですけれど、ね、はい、どうぞ、ね、家臣ね、早く治ってください。力も早く治ってください。アスカ、頼むよ。あなたにかかっとんだから、ね、こちらね、セミハードですね、先にね、あげたいと思います。ね、で、どなたからね、いただきましたかというと、ね、クッカバラさん、ね、発音違かったらすいません。クッカバラさん、ね、よりより親方、フランスからいつも応援しています。この度家臣が重傷を負い、どんなにお辛いことと存じます。家臣の全快を祈っています、ということで、とうとう来ましたよね、おフランスね。はい、はいね、続きまして、同じくね、クッカバラさんからねメッセージいただいておりますね。リキ君、アスカちゃん、家臣兄不在で、心細いでしょう、君たちが元気に活躍することが親方への一番の励ましとなり、家臣兄も安心して療養に集中できます。ガンバーということで、聞いとる？聞いとる？あ、聞いとるね。はい、聞いとる。聞いとるあなたにはね、はい、どうぞ。ね、福原さんからいただいたジャーキーね。はい、続きましてね、同じくね、クックバラさんですね。家臣、君は勇敢だよ。いつもフランスから君の勇姿を見ていたよ。ひどい傷を負ったね。踏ん張って元気になって、また勇ましい姿を見せてね。ラブということでね。ありがとうございます。ね。話聞いとる？あんたたちは、本当。はい。力は大丈夫かね？あんた座って、足は。はい。あんた、明日頼むよ、本当。あんたにかかっとるんだからね。あ、はいはいはい、ね、あんまりね、先ほども言いましたよね、あげちゃうとね、またね、こうあげすぎだっつってね、お叱りのねコメントいただくんですけど、ね、ついついねあげちゃうんですよね。はい、よりより親方、遠くフランスから家臣の完治を祈っています。
太陽のように明るくて親父ギャグ連発の親方の動画にまた家臣の姿に現れることを願っていますということでね、親父ギャグ連発ですかね。ね、あの舞い降りるんですよ。僕ね、あの鉄塔のね名前もそうなんですけど、常にあの舞い降りるんでね、舞い降りたのがね親父ギャグになっていてね、それがね、笑いにつながっていたらいいんですけれどね、ドン引きにつながっていたらすいません。あ、こちらねさつまいも開けましたね。はいどうぞね。お、リキ、はいどうぞ。アスカ、はい、はいどうぞ。あんたね、リキ、お前にねついでに言いたい、あのね薬あげるのが大変。もうあの薬やるときってのもわかるんですよ。もうじわーっと、もうねスローモーションで出てくるんですよね。もうわかるんですよ、さっと出てこない、さっと。あ、はい、家臣はその点ね薬飲むのが上手ね。あ、こんにちは。はい。続きまして、お見舞いよりより親方、何かの足しになれば幸いですということで、クックバラさんからですね、先ほどのこちらね、アマゾンギフト券いただいております。ありがとうございます。ね、あと、ちょくちょくね、これ、皆さんにですね、お礼言っているんですけれど、大変ですね、中まで入って。うん、もう、じゃあ、こっちでやって、こっちでやって。ああ。え、何が？モグラ、あ、その穴はモグラですか？そのなんか穴がほげてるようなやつ。はい。へえ、モグラなんだ。あ、そんなに穴、あ、本当だ。穴が開いてる。でも結構穴多くないですか？多いよね。はあ。あー、そうですよね。ちょっとね、さすがにモグラの駆除までやってないですからね。はい、あと、楽天とかですね、ヤフーショッピングでですねお買い物いただきましてありがとうございますね。わずかね数円数十円ですけれどね、非常に大切な、ね、収入源の一つとなっておりますので、よかったらねバナーの方からねクリックしていただいて、お好きな商品ね、ご自身が欲しい商品ね、ご購入していただければと思いますね。その中のですね、アフィリエイトリンクっていうんですけれどね、皆さんのご購入していただいた金額の数パーセントがですね、こちらにね入るシステムになっておりますので、よろしければぜひね、お願いいたしますね。ということで、ちょっとね話それました。クッカバラさんありがとうございますね。フランスからね、こちらですね、手作りご飯をパーフェクトサポートということで、天然無添加、鹿骨、骨髄パウダーということで、不足しがちなカルシウムを補いつつ、骨髄の豊富な栄養価をそのままにということで、これふりかけみたいですね。あのドッグフードとかにかけてね食べたらいいようですね。今度ねちょっと与えてみたいなと思います。これはね、あの添島さんから送っていただきましたね。副島さんっていうのはね、リキのね、防塵ベストをね送っていただいたり、アスカのねお家をね送っていただいた方です。ありがとうございます。あ、これですね、あの今度はあの、ハンターフードでしたっけ、あの以前ねあの送っていただいたんですけど、そちらにねちょっと振りかけてね、やってみましょうね。まさかのね視聴者さん同士のね、夢のコラボということでね、今度やってみたいなと思います。ありがとうございますね。あとね、リキちゃん、あなたに来ておりますよね。
良犬リキエということで、今回ね、非常に多いんですよ、ね、ありがとうございます、Amazon ギフト券です、ねこちらね、いただいております良犬リキエということでね、リキの早い回復をお祈りしています、何かのお役に立ててくださいということで、ちょくちょくね、この方からもご支援いただいております、ありがとうございますね、本名なんでね、ちょっとねお名前は控えさせていただきますけれど、リキね、順調に回復していますね、今日はですね2月の3日金曜日なんですけれど、実際ねちょっと配信がね遅れることになるかもしれませんね、明日明後日ね有害があるんですけれど、僕は明日は行くんですけれど、明後日はねちょっとお休みさせていただきますね、ですけれど、リキはですね予定としては来週ですね、週末ね復帰予定です、ですのでそれまで明日かね、明日頑張るぞねということでね、家臣は一時ですね、お休みですね、ありがとうございます。H さんですね、で、あとは猟犬家臣様へということで、たくさんね来ていただいておりますね、このちょっと大きな箱をちょっと開けてみましょうね、あこちらねありがとうございます、カミカミチキン砂肝ジャーキーです、ありがとうございますね、こちらはですね、あ初めての方かな、家臣早く治りますように、リクリクということでね、リクリクさんからいただきましてありがとうございますね、リクリクさんからね、ヨリヨリさん受け取りましたね、砂肝もね、2袋いただいております、ありがとうございます、一つ開けますね、ちょっとこれ食べて本当早く治ってよね、はいはいどうぞ、はいどうぞ、はい、あアスカが一番大きかった、はい、ああ家臣ちょっとちっちゃかったね、リクリクさんありがとうございます、続きまして、こちらね猟犬家臣様へということで、あギフト券ですね、もう本当にありがたいですね、こちらねおっとっとっとギフト券2ついただいております、ありがとうございます、こちらはこちらですね、あさ、先ほどの方ですね、家臣のためにお役立てください、怪我の回復をお祈りしていますということで、 H さんね先ほどねリキにねこちらねギフトカードを送っていただいた方と同じ方です、ありがとうございますね、おもしかして見てなかったけどノールックやったけどリキがアスカを取った、それでいいんよ、その気持ち、その気持ち大事よ、リキは許す、アスカが逆したらダメやけどね、すいません、ちょっとね前後になってしまうんですけれど、クッカバラさんねいただいたこちらね、開けますね、ハードタイプね、ねさっきも言ったみたいね、こんなたくさんやるとね怒られちゃうんですけどね、もういいんですね、よしアスカほら、エイチさんありがとうございますね、続きまして猟犬家臣、とにかくね猟犬家臣多いです、今回ありがとうございますね、あリキ食べ終わった、はいハード、あとちょっと待って、はいハードハード、はいはいね、ギフト券がね非常に多い、もうね本当にありがたい、こちらですね、猟犬家臣様へということで、映ってるかな、ね、マロッペさん、ね、初めてですね、多分初めてだと思いますね、よりより様、家臣の怪我、ご心配のことと存じます、一日も早い回復をお祈りしておりますということで、マロッペさん、ありがとうございます、ね、高額のギフト券です、ありがとうございます。よりっぺ感激です、こういうところなのかな、なんかこう親父ギャグ連発みたいなね、あの前降りる、ああすいません家臣さん、すいませんでした、これ家臣にねちゃんとやっておかないと視聴者さんに怒られちゃうからね、怪我してるんですよって言ってね怒られちゃいますので、
こちらもね、良犬家臣様へということで、ギフト券いただいております。ありがとうございます。こちらですね、ありがとうございます。もう食い終わった？この方もですね、本名ですね、家臣が早く良くなりますようにということで、これは女性の方なんですけど、K さんでいいのかな。音読みすれば K さん、訓読みすれば U さんになりますね。はい、ありがとうございますね。いただいております。ありがとうございますね。あ、すいませんすいません。申し訳ございません。はい、どうぞ。はい、どうぞ。はい、どうぞ。明日よろしくお願いします。しつこいですけど、すいません。またまたね、良犬家臣様へということで。え、ちゃんと紙おる？はい、こちらありがとうございます。ちょっと待てよ。これはまたローマ字できたぞ、今度。ね、英検3級ですからね、僕はね。英検3級の僕が読めるかな。家臣の怪我が一日でも早く回復することを心より祈っております。ピュアフィードさん。ピュアフィードさんでいいと思います。ね、ピュアフィードさん、ね。ありがとうございます。ね、復帰に向けて、ね、動画配信していきますので、ね、ぜひご視聴になってください。そして、山でね、走れるようになるかどうかはまだ分かりません。ですけれど、まずは4本足でね、立てるようにね、見えてますかね、今、実は立ってます。立ってるんかい。だけどね、ギブスしてる状態で立ってます。ね、ギブスしてる状態っていうのは、足がね、曲がっている状態で固めてるんですよ。ですので、足自体にはね、負担はかかっていません。つま先自体にはね、かかっていない状態だと思います。状態ではね、今、立てているんですけれど、っていうかね、立てていてびっくりなんですけど、やっぱりギブスを外した状態で立てるまで、まずね、皆さんにね、配信していきたいと思いますので、ね、絶対にね、皆さんご覧になってください。で、良犬家臣様へということで、またね、ギフト券いただいております。ね、こちらです。ね、サラサ様、ありがとうございます。家臣君のために使ってくださいということで、サラサ様からいただいております。ありがとうございます。ね、はい、どうぞ。はい、どうぞ。はい、どうぞ。早いって。はい。サラサさん、ありがとうございます。ね、またまたね、良犬家臣様へということで。ね、ありがとうございます。またね、これ、ギフトね、ありがたいです。ありがとうございます。ね、こちらですね。家臣頑張れ。何かの足しにしてください。ということで、T さん、名字だけでいただいておりますね。T さん、ありがとうございます。ね、何かの足しにしたいなと思いますけれど、今、その何かっていうのが、思いつかないので、そのうち何かの足しにしたいと思います。ありがとうございます。まずは治療費ですよね。アマゾンギフト券というのは使えないんですけれど、まあ、治療費にね、当てさせていただきたいと思いますね。で、その件についてまたね、後ほど触れます。ですので、まあ、最後までね、お付き合いいただければと思います。ありがとうございます。はい。リーキ。はい。アスカ。で、こちらがね、最後ですね、良犬家臣様へということで、最後ですね。はい、こちらもですね、ギフト券いただいております。ありがとうございます。この方はですね、ローマ字ですね、勇敢な力様へ、あれ？家臣様へということでね、いただいてるんですけれど、宛先はね、力様へということでね、力へということでありがとうございますね。勇敢な力様へ、ほんの気持ちですが、お見舞いさせてください。命があって本当に良かった。今はただ回復を祈っていますということで、
あら、あれ見てなかったけど、お前撮られてないか、撮られてない、ちょっと見てなかった、すいません、見てました皆さん、はい、返しない、あ、撮られんことせな、撮られてないよう分からんけどね、ちょっとすいません、これ見てたんでね、ちょっと見てなかったんですけど、サイムダンさんでいいのかな、セイムダンさん、グは読まないと思うんですよ、SAIMUDANG ということでね、セイムダンさん、こりゃ今見とったよ、取られんことせな、はい、ありがとうございます、はい、ということで、ですね、次はですね、よりより様ということでね、いただいておりますね、僕にもね、ありがたいギフト届いておりますね、こちらはですね、こちらもですね、本名でいただいてますけどね、前にもね、ご紹介したと思います、ああ、ちょっと待ってください、じいさんね、名字ね、じいさん、じいさんって言ったらね、なんかおじいさんとかね、なんかこう語気的なねのをなんかこう連想するので、あんまりねじいさんっていうのは言いたくないんですけど、ね、ありがとうございますね、インスタね、可愛いお子さんがねいつもね乗ってあるね、方ですね、パンパンの足疲労ね、こちらですね、早く取れますようにいつも応援していますということで、ありがとうございますね、はい、明日ですね、僕ね山行く予定になってますので、明日のね夜これをねしてね、寝たいなと思いますね、本当にありがとうございますね、で、このレビューなんかもね、時期やりたいと思いますので、ぜひねご覧になってくださいね、こんな感じでね、あの女子に向けたような感じなんですけどね、その辺はこだわりありませんのでね、このねラベンダーの香りをね、香りながらね、夜寝たいなと思います、ありがとうございますね、本当嬉しいですね、30枚入りですからね、はい、あ、嬉しいですねこれね、ここまで気づかなかった、竹の、樹液パウダーということでね、竹がですね、使用されているということで、孟宗竹のね、万人といってもね過言ではないね、僕的にはねこの竹のね使った製品というのはね非常にありがたいですね、ありがとうございます、で、あとこちらですね、家臣の活躍いつも見てます、早く良くなってください、また元気な姿を見せてくださいね、美力ですがお役立てくださいということで、同じ方からですねいただいております、ありがとうございますね、はい、ちょっとやりましょうね、あなたたちやりましょうね、こちらはですねクッカバラさんからいただいたねジャーキーですね、ハードタイプ、はい、あんまりねやりよったらねまた怒られるんよ、あ、すいませんすいません、はい、どうぞ、はい、取られんことせな、分かっとる、優しすぎるよ力はね、まさかのねよりより様ということでありがとうございます、あ、あとですねこちらもですね、よりより様ということで、あ、これはですね、あれですね、メッセージは、いただいてますね、ちょっと待ってくださいね、これあのね、もちろんね僕にということで、来ているんですけれど、僕がね、まあ、代表してということで、もちろんね家臣力アスカのねために使いたいなと思います、こちらのね Amazon ギフト券ですね、いただいております、ありがとうございますね、メッセージね、読まさせていただきたいなと思いますね、送り主がですね、うどん県のファン様ということで、うどん県といったらどうですか、何県ですか、大分県ですか、違う中、ね、香川県ですかね、ありがとうございますね、家臣力の一日も早い回復をお祈りしますということで、こちらね、うどん県のファンさんからいただいております、ありがとうございますね、あのねうどんでちょっとすいません一言物申させていただいてよろしいですかね、あのね僕福岡じゃないですか、僕うどんってあんまり好きじゃなかったんですよ、その理由は福岡のうどんって
やばいんですよ。やわ麺なんですよ。で、福岡のラーメンって基本的に硬麺じゃないですか。僕はラーメン屋に行くと大体バリカタって言って、片面よりもさらに片面のバリカタ、もしくはそのラーメン屋によっては針金っていうね、さらに上の硬さを注文するんですよ。それぐらい僕片面好きなんですよ。ですけどうどんってなぜかこの福岡っていうのはやわ麺なんですよ。ですので僕はうどんが好きじゃなかったんですよ。これは日本全国やわ麺だと思ってたんですよ。それがあれはね、三重県だ。三重県の、確かね、伊賀だったと思います。伊賀でね、うどんをね、食べた時に、コシがあってね、すごくうまかったんですよ。で、それからね、僕ね、うどん好きになりました。ね。福岡では食べませんけれど、コシのあるね、うどんっていうのはね、本当に好きになって、一度ね、そのね、うどんの本場でもあるね、香川県、ぜひね、行ってみたいなと思います。ありがとうございます。すみません、口がね、お口が寂しいような感じになってましたね、お口が。はい、どうぞ。はい、どうぞ。はい、どうぞ。またまたね、よりより様ということでいただいております。ありがとうございます、うん、ね。こちらですね、こちらありがとうございますね。よりより様、いつも拝見しております。小学ですが、よりより様、カシンくん、リキちゃん、アスカちゃんたちの必要費等にお使いくださいということで、この方ね、可愛らしいお名前なんですけど、多分これ本名じゃないかなね、いただいております。ありがとうございます。Kさんね、名字で Kさんですね。ありがとうございますね。小学どころかもうとんでもない、もう本当にありがとうございます、ね、大切に、使わさせていただきます。本当にありがたいんですよ。もうね、額問わずね、うん、ありがとうございます。よりより様ということで、こちらがね、最後になりますね。めっちゃ多いですこれすごいな。これね、全部高額なんですよ。あら、あったちゃ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 、これメッセージ入ってない。どなたかすいません、わかりません。え、マジか、これ入ってないわ。どなたかわかりません、ごめんなさい。ですけどね、いただいております。それは間違いないです。こちらね、多分ですけどこれね、5000円の、ギフト券なんですよ。多分ですよ。それがね、6枚ということで、3万円分だと思いますね。ありがとうございます、いただいております。お名前は分かりませんですけれど、確実にいただいております。もしかして、あ、こちらか、ね、こっちが表ですね、リボンがついてる方ね。これがね、6個ね、いただいております。すいません、ちょっとおいどんは不器用な男ですけんね、ちょっとね、うまくね、手がかじかんでるっていうのもあってね、うまくね持てないんですけど、6個ですね。危ない危ない、落ちる落ちる落ちる、ね、こんな感じでね、リボン付きのいただいております。ありがとうございますね、大切に使わせていただきたいなと思います。ありがとうございます、ね、ちょっとね、お名前お読みしたかったんですけど、お読みできないのが残念。もしかして今お読みさせていただいた中に含まれているかもしれませんね。はいはい、もうあんたたちはもうこれで最後ですよ。もうね、あと1個残ってますけどね、これ歌詞に残しておきたいなと思いますね。あんまりやるとまたね怒られちゃいますので。はい、ということでね、ちょっと今回ね、長い動画になってしまったんですけれど、もうこれぐらいですね、本当に非常に多くの方にですね、ご心配おかけして、またご支援いただきまして、申し訳なく思っていますし、大変ありがたく思っております。あ、歌詞ね、これ最後です。もうこれ最後ですよ。今日はこれで最後ね。で、中にはですね、Amazon ギフト券ではなくて、またそのジャーキーではなくて、その、まあ、例えば治療費とかですね、まあ、それに関わるものを、支援したいと
というような方が実は複数名いらっしゃいます。で一応お断りしてます。あのお気持ちだけで十分ですということで お断りしてるんですけれど、やはりそのこういやどうしてもっていう方がやっぱり中にいらっしゃって、実際にそうやってねあのお申し出いただいた方は分かるんですけど、思ってらっしゃるだけでなかなかねそのアクションを起こしにくい。おびっくりした。もうアスカあんたもうはしゃぎすぎて、もう母ちゃん怒っとるって。で、そういった方はね中にはねいらっしゃるかと思います。で、お気持ちだけで十分なんですけど、まあそういったお気持ちにもね応えないといけないと思いまして、概要欄にですね、振込口座をね、記載させていただいております。でこれっていうのがあの僕が個人的にいただくと、まあ、僕のまあ新なんていうんですかね、まあ、収入になりますね。でそれでまあその、まあ、税金の申告とありますし、まあ、税金の申告っていうのは、まあ、別にねその20万円以内であれば関係ないんですけど、ただうちってね、皆さんご存知だと思うんですけど、まあ、サラリーマンじゃないですか。僕ねサラリーマンじゃないですか。でそのまあ会社もね実はその三流会社なんですけどこれあんまり言ってる会社の人も見てるだろうからねあんまり言えないんですけど、副業禁止なんですよ。ほら絡まったで今ね、副業禁止なんですよ。でこの収入っていうのがそのひょっとしてねその副業に当たる可能性もありますので、そういったことからですね、まあ僕もそのちょっとまあ会社とね、まあそういったそのね、しょうもないところでね皆さんのねご好意を無駄にしたくないところがありますので、山鯨亭のですね運営元でもある、まあ、法人の会社、ちゃんとした会社なんですけど、そこのね口座、記載させていただいておりますね。その法人口座に、まあ支援してもいいよっていう方はですね、そちらね、から個人名でですねお振り込みください。で個人名でお振り込みいただきますと、あこれってご支援なんだなっていうのはこちらでわかるんですよ。ですので、個人名で、よろしくお願いします。で、法人で、お振り込みいただいている方はですねメールいただければわかりますので、またまあ法人もですねまあ見たことない法人名であればまあ分かるは分かるんですけどね、うん、まあ一応ねご連絡いただいたら助かりますね。となるとまあね僕の個人の所得ではなくなりますので、でそのまあいただいたですねご支援いただいたお金に関してはですねすべてまあ家臣とかあとは力もね怪我しておりますし、まあ、これからですねアスカもね、まあ、もちろんね怪我がないようにねするのは僕のね大切な役割の一つなんですけれど、どうしてもまあ僕のね力不足で怪我をねさせてしまうことがあります。まあ、そういった時のためにですね、使いたいと思っておりますので、いただいたこのね今回の Amazon ギフト券も、またご支援いただいたお金に関してもですね、まあ、全てこの良犬たちに、使ってですね、僕には一切ね使わないのはお約束しますので、ご支援できるよっていう方はですねそちらの方ね、お振り込みください。で何度も言うようにですねお気持ちだけで十分ですので、皆さんのね、お気持ちは十分伝っておりますので、ただそれでもどうしてもっていう方はよかったらそちらね使ってください。でいただいた金額に応じてというわけではないんですけれど、返礼品としてですね、まあ、後日まあ結構な期間が空くかもしれませんけれど、お礼をねお送りしたいなと思いますので、金額に見合ったものではないんですけれど、あくまでもこれはねお気持ちですので、お振り込みいただいたお名前だけではちょっとねこちらでは分かりませんので、メールいただければお名前とですね住所と電話番号ね、いただければ後日
あの返礼品お送りしますので、あのいくらね、振り込みましたよと、ね、まあ、家臣のために使ってくださいとか、まあ、力のために使ってくださいとかっていう感じで、一言添えていただければあのこちらでね分かりますし、後日ですね、返礼品お送りさせていただきますので、それもね忘れずに、メールよろしくお願いしますね。はい、ということでね、アスカはですね、先ほどですね家臣にね、ちょっかい出して家臣から怒られてですね、今ね、リキと遊んでますね、このね、動画なんかもですね、いつまでも皆さん見たいでしょうけれどね、今日はですね、夜からライブ配信ありますので一旦ここでですね、締めさせていただきたいなと思いますね。もちろんこの動画っていうのはライブ配信ね、ご覧になった後にね配信するものですけれど、そのライブ配信知らないよっていう方はですね、サブチャンネル有害鳥獣捕獲従事者よりよりの日常のアーカイブにて、ご視聴になりますので、まだ見てないよっていう方はですね、そのねライブ配信のアーカイブもぜひご覧になっていただければと思います。ということで、今日はですね、長い時間お付き合いいただきまして、本当にありがとうございます。本日もご視聴していただきありがとうございました。ではまた。よし、もうハウスに入ろう。